Hi everyone, it's Satoko. 私の簡単英語レッスンへようこそ。今日のレッスンはワシントンのお家からしていきたいかと思います。そしてちょっと見えたかと思うんですけれども、背景はこの芸者さんです。一体これは何かというと、room divider と私たちは言うんですけれども、部屋を仕切る、まあ、板みたいなね、感じです。うちはまあデコレーションとしてね、使ってるんですけどね。まあ、うちにはね、こういうね、interesting なものをね、買っちゃう人がね、いるのでね。それではレッスン、始めていきましょう。Let's get started! 今日のレッスンはいつもとちょっと違うく、英語が話せるようになるコツを紹介していきたいかと思います。私もね、高校の時に英語が話せるようになりたいとね、すごくね、いろんなことをしました。まあ、当時はインターネットもないし、まだ CD もなかった当時。で、カセットテープだったんです。なので、ラジオのね、英会話をカセットテープで録音して、それをね、高校に行く道でね、聞いたりね、と、そんなこともしてました。けれども、まあ、今ね、振り返ってみて、これをしたから英語が上達したんだと思うことを6つね、取り上げて紹介していきたいかと思います。まず一つ目は、Don't be shy。 これは恥ずかしがらないでという意味です。まず日本人はね、Perfectionist。 これは完璧主義者という意味なんですけど、この Perfectionist が多いと私は思います。なので、日本人の方たちは間違いたくないと思っちゃって、英語ね、喋らない。間違うぐらいだったら喋んない方がいいと思っちゃってる人たちもいるかもしれません。けれどもそれはもう大間違いで、もう機会があるときは単語を並べるだけでもいいから話してみる。だから間違いを恐れずに喋ってみるっていうのがね、まず大きなね、コツかと思います。そして number two は why? なぜなんですけれども、なぜ英語が話したいのかを自分でね、追求してみる。まあ、英語を話せるとかっこいいとか思う人もいるんですけれども、英語はコミュニケーションを取る道具です。なので、私は今、カナダのね、航空会社の客室乗務員、まあ、の責任者、チーフパーサーやってるんですけれども、まあ、みんなでね、コミュニケーションを取るとき、もちろん英語を喋りますよね。英語を喋れて当たり前の世界。英語が喋れるからすごいなんて思ったこともないし、思われたこともその中ではないはずです。なので、英語はね、コミュニケーションを取る道具なので、その英語を使って何をしたいのか自分でまず追求してみましょう。まあ、簡単にね、海外旅行に行った時にレストランでオーダーをしてみたいとか、海外の人とコミュニケーションを取ってみたい。それとか、まあ、外資系の会社にね、勤めてみたい。海外に住んでみたいっていう人たちもいるかもしれません。と、まあ、私のようにね、客室乗務員になって世界をね、渡ってみたいと思う人もね、いるかもしれません。けれども、その、なぜ、why を追求してみましょう。そして、number three、watch and listen。見て、聞く。これは何を見て聞くのかというと、英語の映画を英語字幕で見てみる。で、まあこれはね、英語のネイティブの人の発音、単語でも何でもね、発音はもしかして自分の思ってる単語の発音と違う時がね、結構あるんです。で、私たちの使ってる英語は、ほぼ中学生英語なんです。単語もね、文法も。そんな簡単な英語を普通に日常生活では私たちは使ってます。なので、英語のね、字幕を見ると、あ、こんな風に言うのかとか、あ、こんな感じだ、この単語はこういう発音をするのかとね、そんな単純なことをね、気づいたりします。なので、おすすめな簡単な洋画を3つね、紹介したいと思います。はじめは、Back to the Future。これは私がね、勉強した映画です。これは当時ね、その Back to the Future の台本を英語で売ってたんです。それを買って Back to the Future を何回も何回も見て、字幕をね、見ながら
見て、それで勉強しました。ね、その時ね、I'm home っていうのは、ただいまって言うんだってね、それもね、Back to the Future からね、学びました。二つ目は、Home Alone。これは主人公が子供なので、やっぱり喋る言葉はね、すごい簡単です。なので、本当に聞き取るのも簡単だと思うし、だんだんと、その言い方とかね、同じ感じの言い方で言うので、だんだん、分かってくると思います。で、最後は、Frozen。これは皆さんの知ってる、アナと雪の女王ですよね。もうディズニーの映画はね、結構簡単に喋ってる子供向けのね、映画が多いので、すごく簡単にわかると思います。なので、おすすめです。そして、No.4 は、Write。何を書くのか。これは、英語で日記を書く。けれども、初めから英語で日記を書くと、すごいね、単純になっちゃうので、なんか、I went to school, it was fun, みたいなね。そうすると、学校に行った、楽しかった、で終わっちゃうので、これは初めは日本語で日記を書いてみてください。そんな長くなくてもいい。5行ぐらいで十分。そして、日本語の日記をね、英語に訳してみてください。そうすると、ね、単語、この単語はどういうんだろうと思って自分でね、調べたり、ね、このセンテンスのグラマーはどう書けばいいんだろうとね、考える力がつきます。そして、No.5 は、Imagine。これは想像する。何を想像するのか。私はね、一人、部屋にいる時にね、結構ね、やってました。ちょっと恥ずかしいんですけれどもね、鏡の前にね、立って、英語をね、自分で喋る。で、その時、鏡の前で場面を想像して喋るんです。例えば、空港に行った時にの税関カスタムでどういうのか、それとか、レストランに入ってオーダーしたい時にどういうのか、と、まあ、新しい友達、日本語が喋らない友達ができた時に、何を喋るのか、どう喋るのか、みたいなね、いろんな場面をね、想像して自分でね、一人で喋ってました。そうすると、英語を喋る力がだんだん生まれてきます。そして最後は、No.6、Think です。何を考えるのかというと、英語で考え事をしてみる。そう、まあ、喋る力も一つなんですけれども、私たちは喋ってなくても頭の中で喋ってますよね。まあ、これを考えてるって言うんですけれども。なので、寝る前5分でも大丈夫です。その考えてることを英語にして考えてみてください。そうするとね、英語がだんだんとね、早く出てきてね、活性力が生まれます。と、今日のレッスンはちょっといつもと違ったレッスンでしたけれども、英語が話せるようになるコツでした。Thank you for watching, guys!まだね、登録してない方たち、ぜひ登録してね。そうしてもしよかったら、いいねボタンもお願い。Please and thank you. それでは次回のレッスンまで。See you! Bye! From Washington DC!